ですね、この番組を通じてアーティストの思い、アーティストとアートの関係、それからアートがアーティストの人生の中でどのような位置を占めているのか、どのような影響を与えているのか、そのようなことを通してですね、触れながら、ですね、私たちの、見ている私たちの方の生活の中でも、アーティストというものがもっと身近な存在になって、そしてアートというものももっと身近なものとして感じられるような、そんな世界になったらいいなというコンセプトで始まりました。俳優さんということで、いろいろ伺ってます。今の画面上ではですね、そこでやられておられます、劇団のポスターが出ているわけなんですけれども、はい、まずはその演じ始めたきっかけとか、そのまあ何か理由とかございましたらお聞かせいただきたいんですけれども。演じ始めたきっかけというのはですね、劇団に入ったきっかけというのは、そもそも私元はバンドをやってたんですけれども、女の子3人でバンドをやってたんですけれども、安田生命で働いていたことがありまして、その時に同期で入社した女性が芝居をやってる方だったんです。で、彼女と一緒にいろんなところを回ってたんですけれども、劇場に行くから今日はそのまま帰るねっていうんで、ついてていいって、初めて劇場についていったんです。で、リハーサルから見せていただいたときに、あ、こうやってみんなで物を作っていくんだっていうのを見て、すごく面白くてですね、ちょっと方向転換をして、オーディション受けに行ってきたっていう感じですね。受かられて入られた。そうですね。たまたま、受けたところが、旗揚げメンバー募集だったんで、で、そのままそこで、東京ロックンパラダイスというところに入りました。なるほど。で、こう、何年間それをやってらっしゃるんでしょうか。今で27年ぐらいやってます。27年やってらして、こう、演じるっていうのは、ズバリ、ひろこさんにとってどんな感じでしょうか。自分が一番楽しくしていられるところかなと思いますね。素直でいられる場所って思います。なんか、一生懸命打ち込めるというものが何もなかったので、で、唯一真剣に取り組んで一生懸命やってきたことかなと思いますね。何かこう、お好きだった、印象に残ってる役とかあるんですか？キャラクターとか。あります。私入ったとき、これ、もともとはロックンロールのミュージカルの劇団だったんですけれども、本当に運動何もできない、腹筋が一回もできないくせにそんなところに入っちゃったんですよ。で、最初のうちは当然何もできなくって、うろうろしてたんですけれども、もう、あるときですね、役に抜擢されるようになってからは、結構一人で長台詞を言うような役が多かったんですよ。そういう役に入り始めてからは、可愛らしい女の子の役ばっかりだったんです。で、それがすごく嫌で、なんかもっとかっこいい役やりたいって思っていて、その、まあ、かっこいいというか、まあ、キャラクター的にうちのミュージカルで出てくるのは、だいたいヒーローがいて、悪役グループがいて、ちょっと引っかき回し役のギャングみたいな、子供のギャングみたいなチームがあるんです。で、そのチームをやりたくて、子供ギャングみたいな。そこでやらせてもらったんですけど、その時私すごい病気をしまして、一回出れなくなりそうだったんです。もう本当に死にかけたことがあったんですね。で、もう断念しなければいけないかなと思ってたんですけれども、コンビ組んだ女の子が、待ってるから絶対戻ってきてっていう。もう泣きながらですよね。待ってるって言ってくれたと思って。それまでそんな風に言ってもらえるなんて思わなかったんで、その時のその役は本当に初めてやらせてもらえた役だったんで、すっごく嬉しくて、今でも覚えてます。そうなんですね。そのブランクはどれぐらいになったんですか？ちょっと離れられたわけですかね。じゃあそうすると、できた。稽古期間中です。稽古期間中にですね、多形心室交換っていう皮膚が腫れ上がる病気になってしまったんですよ。全身の皮膚がものすごい5ミリぐらいかな腫れ上がってしまって、で、もともとアトピーがあったんで、アトピーのあったところは腫れなかったんですよ。なので5ミリぐらい腫れ上がってるのはすごく分かったんですけれども、何しろ全身痒いんですよ。痒くて死にそうで、で、もう氷を敷き詰めないと寝れないぐらい痒かったんです。で、もうこれは私、生き物として間違ってるだろうと思って、きっと死ぬんだなって思ったんですよ。なんですけど、
それを見かねたうちの親分が、ちょっと病院紹介するからって言って、お医者さん紹介してくれて、何本点滴打ったの ?6 本ぐらい、合計で6本ぐらいの点滴で、ステロイドの点滴、こうたくさんあって、それでなんとか持ち直したんですけど、もう膵臓がほとんど動いてないよって言われたんですね。膵臓の機能がほとんど動いてないよって言って、当時体のメンテナンスしてくれてた先生が、びっくりして一生懸命やってくれたんですけど、それと並行してそのお医者さんで点滴打ってっていう感じで、なんとか持ち直しました。で、それはもう、完治といいますか、そうですね。そうだ、よかったですね。ただ、薬の影響で本番中に散々頭ぶつけました、袖に、はい、かけたときに。あ、そう。もう生まれて初めてセリフが飛びましたね。あ、そうなんですね。そんなこともわかんないぐらい頭がぼーっとしちゃって、っていう感じ。そうなんですか、大変ですね、それはね。そんなこともありましたね。で、そのね、お友達に、劇場の話とかきっかけになってっていうのがさっきあったんですけど、その前になんかこう、ご自身がお芝居に出会ったとか、そういうご経験はありますか、その前にこう。その前。お芝居って、正直言って子供の頃に学校とかでしか見たことなかったんですよ。学校とかにこう来てくれる劇団さんのお芝居を見るぐらいしかなくって、であとは中学生の時は連合演劇祭みたいな区のものかな、区とか、なんか、墨田区の中の何校かな、あったんですけど、それに、うちの学校が出たとき、私は音響やってました。出演せずに音をやってましたね。裏方さん。はい。じゃあ、あまり音楽意識するようなこともなくというか。なかったです。そもそも私、小学校6年間、誰とも口を聞けない子だったので、学校で一言も喋らない子だったんです。そうなんですか。はい、それはどうしてというか、何だったんでしょうね。いや、もう、なんか単純に人間不信というか、怖くて話ができなかったんです。もうみんなの話を聞いてるだけで、こっちでこう言ってた人が向こうでこう言ってるみたいなのがいっぱい入ってきちゃって、もう怖くなって誰とも話ができないみたいな。どうして人前で演じようという気になったんですか？ですね、オーディションを受ける前の時の私というのは、何にもしてなかったんです、本当に。何にも目標とか目的とか、本当に何もなく、だらだらと生活をしてるだけだったんですね。でそもそも、保険屋さんで働いてたっていうのも、その前にパチンコ屋さんで働いてたんです。パチンコ屋さんで働いてる時に、そこに来ている保険屋のお姉さんが、うちで、あなたうちに来ないって。で、いやいや、でも何も持ってないし、服も持ってない、カバンも持ってない、経験もない、できないよって言ったんですけど、洋服もカバンも買ってあげるからいらっしゃいよ。あなたならできるわよ。って言われて、なんとなくついてっちゃったんです。本当になんとなくなんです、すべて。人前で喋ることができなかったの、でもそれでも大丈夫だと思ったんですか？そうですね。何か違うことやりたいなっていうのを思ってたんですよね。結局、バンドやっててもうまくいかなかったので、なんか、こう、やりたいな。他に何か面白いことないかな、が最初だったんです。じゃあ、自分人前で喋れないっていうのはもう問題にはなってなかったんですね。そこまで考えてなかったんですよ。へぇー。なんかあんまりそういうこと考えないで、ポンって行っちゃうタイプなんで、だから腹筋ができないのに、ロックのミュージカルのところに入っちゃったっていう。へー。結構、なんか入っちゃってから、なんか、ダメならダメで考えればいいやみたいな。へー。なるほど。そういうところがあります。お芝居の勉強っていうのは、なんかやったんですか？お芝居の勉強というのは、特別何か学校に行ったわけでもなく、オーディションを受けて受かった人、4月1日から6月30日の間に、稽古やりますと。で、6月30日にキャスト発表しますと。その間に稽古来れなかった人は脱落っていう感じで、そこでやっただけです。なるほど。もうそこでもう、どんどん自分、
アピールしてっていう感じでやってただけです。生まれて初めて汗で水たまりを感じに作ったっていう。その後、面白かったらきっと来てくれるかなみたいな、わずかな希望で、ね。